注目 FA 宣言、大山雄介が阪神反感謝デーに参加、に参加の真相はう。残留解析か阪神大山雄介、FA 注目の中で異例の阪神反感謝デー出席へ、その他の球団行事にも参加予定、ソースはサンスポー。大山残留ちゃうか、こんな球団行事に片っ端から参加して移籍しますじゃ筋が通らんからな。単に大山さん真面目で律儀やから球団に席がある間はちゃんと参加するべきって思ってるだけちゃうか。大山もファンが泣きながら行かないでくれって言ったら残ってくれそう、逆に一人でも出ていけって言ったら出ていきそう。やはり大山の移籍の本命はセーブやったんやろか、でセーブがなくなって、ぶっちゃけまだ決めてないんやと思うで、巨人行くか阪神残るか。FA の意思が固ければ反感なんか出ないよ、大山はどうか知らんが少なくとも意思は固まってないと見た。西武が FA 参戦しないってことは原口だけじゃなく大山西武の線も消えたってことか。反感で残留宣言したら尊敬するわ、まあ言及なしか濁すやろうけど。反感行く人は大山に全力で残ってくれと言ってほしい。FA 選手はだいたい11月20日以降から12月上旬くらいに決まるからまだヒリヒリできそうやな。宣言した時点でほぼ出るやろって思ってたけど、これは残留の可能性も結構ありそうだな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。